何どうした？ペイナと遊びたそう。しかし私はちょっと今ね、真面目にいろいろと金の玉を探してるから。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで今回は、玉虫の街を、うろつきますか。うろつきますか。びっくりした。なんか怒るかと思った一瞬。おお、でかい、ニョロポン。お得な掲示板。エフェクトカードは戦闘中に使うと味方のポケモンの能力を下げられずに済みます。道具のお買い求めは玉虫デパートでどうぞ。玉虫デパート、こいつ俺の相方ニョロボン。水の石を当てたらニョロとか進化したよ。で、自慢？たけしがおる。水の石くれるんかと思ったのに。おお、こんなところで会うとは。どうも。何してるの？ちょっと待って、ニョロボンの動きが。これはタマムシジムから帰るところだ。ジムリーダー同士の交流も大事な務めだからな。なるほど。エリカが好きなだけじゃなく、なぜか追い返されてしまったが。そうだ、お土産に持っていたニビアラレ、アイナにもやろう。ありがとう。アイナはタケシからニビアラレをもらった。アイナはニビアラレを回復ポケットにしまった。おっと、ニビアラレは喉が渇くからな。お茶が欲しくなるぞ。おー、ありがたい。このお茶を持っていけばいいんじゃないの？何？あ、喉が渇いていた警備員さんにあげる分がなくなってしまった。私が渡すよ、これ。ところで、各地のジムを訪れているようだな。応援するぞ。ありがとう。まだあるんかと思った。どうも。玉虫マンション。あれ？ジムを訪れたんじゃなかったの？マンションだよ。エリカの家を直接訪れたってこと？いや、追い返されるんじゃないの？お嬢様だろうよ。そういうことではなく。かわいい！ニュースちっちゃ！めっちゃちっちゃいんですけど、超かわいいやん、やば。ピッピより小さいんや。大好きなポケモンちゃんに囲まれてお茶を飲む。私の大切なひとときですのよ。あれかな？お茶は、何？自販機で売りよるかな？自販機まだ使えんのやっけ？玉虫マンションよき。お得意様と会議してるんだ。君も混ざる？なぜ混ぜようと思った。スーツを着なくていい会社、羨ましいですよ。クールビズというやつだね。まあ今の時期寒いけど。そういうことではない。はい、さらに上の、あそこは？あっち側はいけないの？別の方向からか。はい。お、初代のやつや、すげえ。ちょ、入らせていただくよ。ほらほらほら、すごくないあれ。グリーンとレッドやん。どうも。僕はゲームディレクター。このゲームを遊んでもらえてとっても嬉しいです。ポケモン図鑑、頑張ってね。もし全部集めたら教えてね。あ、見てこれ、スイッチあるよ、スイッチ。ちゃんとポケモンの世界にスイッチが素晴らしき。あ、違う。周りをキョロキョロ見回してる。どうも。僕、シナリオ書いた。エリカ可愛いでしょ。霞もいいよね。夏目もいいよね。女の子ばっかりじゃねえか。あ、こっち側に、見えるかな。引きにしたら見えるか。ほら、あっち側はグリーン、レッド、ブルー、ピカチュウ。すべて揃っているよ。素晴らしい。これプログラマーだよ。それだけ？もっと言うことはないの。これグラフィッカー。君をモデリングしたの俺さ。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。パソコンで仕事中と思ったらゲームだった。それも仕事の一環ですよね。よく来たね、ポケモントレーナー。まだわからないと思うけど。オーリナを手に入れたら、またおいで。オーリナ？オーリナとは、どういうこと？オーリナ？名前のことかな。ちょっとよくわからないけど。お、屋上に出てきた。お、これは。あいな、元気な飴を3個見つけた。あっち側にも行きたいんやけど、あっち側は行けないのかしら。ねえ、なんか全部壁の向こう側なんよね。あ、裏側から行くんやっけ、あれ。違った？だからこれがすごい気になってんけど、これは別に何もないんか。あ、ほらほらほら、やっぱり裏口があったね、今。ということで、裏口はすぐには行けんかったんかな。この辺、入れないね。
炎編入れないな。てかあれやね、なんかメダルのとこあるんじゃない、欲しいものきっと見つかる頼もしデパート。てか私が今この持っとるお茶をちょっとあの警備員さんのところに届けたいんだけど、届けに行ったら何か通れるようになるかな、ちゃんと。警備員さん、警備員さん、よし、どうも、お茶持ってきました。あ、それは美味しそうなお茶。え、僕にくれる？サンキュー。自分から声かけてくるんかい。ごくごく、ごくごく。ミワブキシティにごくごく、行くならごくごく、通っていいよ。向こうのゲートの警備員にもお茶を素分けしてくるよ。もうこれで山吹シティにいつでも行けるようになったぞ。よき。よき。やっぱ玉虫シティも最初はジムには挑戦できんのやったっけ。ダメだな。なんか、ビジョンが、とんでもなく近づいてくるんだけど。あ、ここ行ったら上からになるんやね。この辺から、え？あ、こっちからかな。ちょっと待って、その前にこっちのモンスターボールが気になった。落ちとったよね、なんか。はい。違う。何、どうした？ハイナと遊びたそう。しかし、私はちょっと今ね、真面目にいろいろと、金の玉を探してるから。多分この辺の裏側から入っていけると思うよね。どうなんやろ。ここ？あ、ここじゃない？ほら来たー。はい、玉虫マンション。裏口。ここから行って、屋上にしか何もないっけ？なんか、途中は別にね、普通にこういう踊り場しかなかったよね。はい、屋上に来ました。何ここ？お邪魾します。お、塾？学校？黒板にも書いたが、わしに分からぬことはない。任天堂スイッチの中に世界があることも、ぜひ友達を誘ってポケモンの交換を楽しんでくれたまえ。スイッチの中に世界が？じゃれつく。スイッチの中の世界にあなたたちはいるのよ。こういうちょっと現実的な話。こっち側は別に何もないんかな。じゃれつくのためだけのところってことか、これは。オッケー、戻ります。もう左側とかは何もなかったかな。あ、てかあれか、玉虫デパートと違って、エレベーターとかがないんか、マンションは。え、めっちゃ大変じゃない？普通にエレベーターつけてあげてよ。エレベーターをつけてあげてよ、ちゃんと。こっち側行ったら街出ていくことになるかな、もしかして。なんかありそうじゃない？あ、出ていかなかった。普通に、不思議な飴。多分これ不思議な飴も私結構集まってきたと思うよね。だってあれやん、ポケモンを連れ歩きよっても不思議な飴溜まるやんか。ジャイアンレベル上げ放題やん。やば。やば。めっちゃ嬉しいやつやん。はい、そして戻ってきました。これで私がニビアラレを食べるときには口の中がパッサパサになることになったということだけど。どうした？あ、これももしかして仲良くなるやつ？違うの？違うんすか？ポケモンのアクセサリー作って売ってるの。デパートの5階よ。よかったら寄ってってね。あ、そういう何？ハンドメイドのものまで取り扱ってるんすか？何さっきから。なんかピカチュウがさ、めっちゃアピールしてくるんやけど。何？やっぱりこの噴水？何キラキラしてるの？お、なんか見つけた？噴水を見て大はしゃぎ、それだけかーい。私のドガース、最高の相棒なの。怒ると毒ガスあっけど、普段はいい子なのよ。怒らせたらもうめっちゃ命取りやん、やば。タモムシデパート、ここってよった？いいっすね。用はないんだけどね。ここに来ればお友達に会えるのよ。あ、なるほど。そういう憩いの場所に。お、すごい。これ見て。見える？ジュゴンのポスターが貼ってある。なんかいろいろ見て回るの面白いよね。この人受付の人かな。まだ商品取り扱ってないよね。いらっしゃいませ。タムシデパートにようこそ。各フロアの案内は奥のボードをご覧ください。了解しました。でも一回ずつ見ていきたいです。へぇ、デパートにそのありがたさ。君も大人になればわかるよ。わかるよ。私ももうすでに。
ポケモンのアクセサリー買ってほしいな。あ、さっき女の人が言ったやつや、きっと。都会まで行くの大変だし、帰らない？エレベーター使えよ、一瞬だろうがよ。あ、見てこれ、エリカやん。エリカと、プリンと、ピッピ。私は一回ずつ登っていくけどね。まだ若いんで。強くて便利なワザマシン売ってるなんて、ハイカラなお店ですね。あ、そっか、ワザマシン、秘伝マシンの店とかあったね。まあ、今は秘伝マシンはないっぽいけど。トライアタックはね、相手を状態以上にするかもしれないお得な技だよ。トライアタックも、技マシンなの？アイアンテールは鋼タイプの技。ガチガチの尻尾でフェアリータイプ、庭タイプ、氷タイプを一撃よ。え、何？鋼で、フェアリー、岩、氷。その三つに強いってことなんか。へぇー。今初めて知った。今初めて知りました。で、ここは何？なんかイベント会場見て可愛い君たち。やったー！あ、ちゃんとかがむんやね、子供目線で。隣の子がゴーストとガルーラ交換してくれるって。お、ゴーストを交換してくれるならゲンガーになるやん。勝ったね。早く来て、ゴーストちゃん。僕はゴーストマニアなのね。あ、転送されてきたゴーストが別のポケモンに。ゲンガーでしょ。え、めっちゃ、あ、なんか可愛い。超可愛い。あ、これ何？ポケモンクエストやん。ポケモンクエストの絵やん。ロールプレイングゲームで遊んでく暇がない。大丈夫よ。暇ならめちゃくちゃあるから。ここからもらったポケモンは ID が違うからわかるよ。あ、そうなんや。そういうの、あ、そっかそっか。あるね。こういえばありますね。ここは何ショップなんだろう。ゲーム屋さん？トイレ行きたいのにまたお客。交代してくれる後輩が遅刻してるんだよ。誰かヘルプ。手助けプリース。というわけで。お手助けを手に入れた。ありがとう。技マシーン03の中身は手助け。手助けされた仲間の技の威力を上げるのさ。なるほど。ミートピアみたいな感じやね。まあ、お兄さん頑張ってよ。手助けはしていかないけれど。さあ、そしてここが4階かな。彼女にプレゼントを買うんだ。水の石あげたら彼女進化しちゃったりして。なわけ。あ、ここでは石も買えるのか。ああ、なるほどね。進化の石を使うと進化するポケモンがいるよ。お？君のイーブやそのままの姿で君といたいみたいだね。なるほど。やっぱり進化しないのだね、私のイーブは。ここには売ってないが、世の中にはメガストーンというすんごい石があるらしいよ。何それ？あれですか？誰でも進化できるとかそういう、違う？わからん。メガストーンとか聞いたことない。あ、かわいい！これアクセサリー。あ、なるほど。ここで EV 用のアイテムが買えるわけや。めっちゃかわいいやん。いらっしゃいませ。何を求めですか？あ、プリンのポスターがかわいい。スペシャルとは？待って、スペシャルが気になります。プラ、うん、たっか。あ、無理です、無理です。買います、無理です。帽子変えていこうや、帽子。はい、帽子だけでも変えます。麦わらハット、スイートハット、エレガントハット。この中のってことよね。でも、王冠、クランはダメやったやん。スイートかエレガントか、スイートにします。見せてはくれないの？高い、めっちゃ高い。買います。だって EV 今までさ、一回しか変えたことないもんね。てか EV のやつはイベントで手に入らないの？なんか、あれやん。アユナのばっかりやん。はい、お着替えトランク、EV の着替え、帽子。え、あるやん、全部。え、あるんですけど。あ、マジでそういう感じなん。セットで全部くれとったってこと？知らんかった。今初めて知った衝撃の事実。なんかウサギみたいやな、これ。見て、可愛くなった。え、可愛い。イグダ帽子すごいわね。でも私なら着こなしてみせるわ。あ、なんかいろいろある。EV の頭にディグダをつけれるのか。ポケモンにもおしらをさせてやるのが、新種のたしなみ、たしなみ、身だしなみ。そうなの？メガネやメガネ。で、こっちは髪飾りみたいな。チョーカーもあるね。ポケモンにつけてあげるアクセサリー。どれも可愛いの。むしろ私がつけたい。いいんじゃない、別に。別につけていかんとかいうことないと思うけど。あ、そして屋上何？何何？イーブは自動販売機を不思議そうに見てる。飲みたいの？ん？
飲み物を買ってあげますか。美味しい水サイコソーダミックスオーレ。美味しい水でいい？いい部位だし。なんかジュースとかあげたらいかんのかなみたいなね。いい部位、いい部位、いい部位。美味しい水を飲めて満足そう。喉が渇いとったんやね。自動販売機の飲み物が飲みたいよ。買えばいいんじゃないかな。買えと言っているのかしら。たとえデパートであっても頂上まで登りたくなる山男の佐賀。こういうもんなのか。うちの妹あれでもポケモントレーナーの端くれだけど、わがままで嫌になっちゃうよ。え、この子もしやこの子ですか。ポケモントレーナーの端くれ大丈夫。めっちゃ泣いてるけど。わがまま放題ですけど大丈夫。さあ、じゃあ降りるときはもう一気にエレベーターで降りていこう。はい、一回サービスカウンターへ。いいね、移動が楽。さあ、ってことでここでまあ基本的にいろいろと技が使える技マシーンだとかアクセサリーだとか大体のものはここで揃うんじゃないかなっていう感じやね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。でもなんか一個一個高いな。高いな。お金を簡単に稼ぐ方法はないんだろうか。